こんばんは、ショーです。ではですね、パワーフェスモード続きやっていきたいと思います。8周目ですね。大打用ゴリラ作成ということで、パワー飛骨がもらえてるんですよね、巻物で。ありがたい、ありがたい。で、ここっすよ。まあ、本当は鈴本に行った方がいい気は。まあ、いいっちゃいいんですけどね。まあでもコンボももう予定は拾っていますんで、純粋にチーム戦力を上げることだけを考えて、このマネが、4章が技術ボーナスと精神ボナのミオちゃんか。でもこっちかな、エース格とキャッチャーとやっぱ暁上の方が、でも神楽坂グループの方が経験点的には高いんですよね。難しいところですね。どっちでもいいんだけど、可愛いひじりちゃんでいくか、進む戦力を考え、つくもも含めね、外野が安定するんで。だいぶ二遊間なショートが欲しいんですけどね、僕的には。でも技術、最終的に技術が足りないとパワーも上げれなくなるんで、こっちにしようかな。ミート必要ですもんね、選手余るから。では久々にですね、暁大附属と戦っていきましょう。久々だな。お、久しぶりだな、怒り守る。確かにですね、翔君もここへ来ていたのか。暁大附属なら、ここは同学年的な感じなんですかね、やっぱり。決着をつけるには最高の舞台だな。結果は僕の勝利に決まっているが、減らず口を叩き合って。はっきりさせようということですね。覚悟するんなら怒り。オラオラてめえら、こんな相手に負けましょうしないように。はいはいはい、久々の怒り守り戦ですね。ではやっていきましょう。結構調子を優先しますかね。で、まあゴリラ作るためなんで、ゴリラ作るためなんで、なかなかね、そのチームバランスとかをちょっと考えずにやってるところはありますね。内角ボールのまくった、福谷下がっていった、落ちた、ポテンシャル、結果はヒットだ。さあノーアウトですよ。さあここは送ってくるでしょう。初球から送ってきました。いける。ピッチャー正面にセカンドフォースアウト。あら、ゲッツーは取れんか。遠ざわなら取れましたね。打席には打った、ファールボール。さあ次の球打った、マジライト前キー、カットマンへ送る、大攻撃、ヒットを許します。第9を投げました。初球送ってきました。マジありがたい。ボールを掴んだ、アウト。いい、ナイスフィーリング、フィールディング、フィーリングと。外角低め見送ってストライク、打ちました。お、取れるか、飛びついた、福谷さん、福谷さん、ファールボール。外のボール球打った、中いく、うおい、記録はセカンドのエラー。試合後はノックが必要かもしれません。エラーにされるんや、今の。中居君頑張ったっしょ。天才野球エリート、野球の天才。眉毛がシャシャってなって。さあ来ました、魅惑の。さてさて、打ち崩していきましょう。投げた、初球を打ちました、打球はセンターへ、取りました。うわー、取るんか。さあ1球目投げた、初球を打った、掴んだ、一塁送球、アウト。ライジングはね、結構厄介っちゃ厄介なんですよ、やっぱり。爆速と一緒でね。落とした、ボール、カウントワンボール。落ちる球見送ってボール。3点差つけたいな。打ちました、センターへ上がった。個人的には僕カグラの方が打ちやすいんですけど。さあ、おうおうおう。さあ1球目投
投げました。スライダー。カグラの方が打ちやすいんですけどね。なんで、まあ、ここで3点差つけれんかったらこっちに来た意味があんまりないですからね。投げた。うわ。高く上がってます。キャッチャーの頭上。やっぱライジング打つのは難しいな。8番バッターが打席に入ります。さあ初球カーブはボール。前の激戦でしたよね。確か第2本目の動画かな、守りと戦っている時に。暁とはだから2回目なんですよね、戦うのは。おそらく動画で打ちました。ショートズドン。おお、スリーランでも打ったんですかね。びっくりするわ。投げました。打ちました。初球打ち。あら、止まんな。これでワンアウト。打席には9番バッター。投げました。ボール。外れた。カウントワンボール。第2球を投げた。打った。左中間へのフライですが、ヒット。おお、落ちた。スルーします。取られるかなと思ったんですけどね。飛びつきは取れたでしょ、つくねさん。すごい見送り方。何を見せてくれるのか。一気に行きたいところ。さあ次の球。打ちました。いい当たり。センター前。強気乗ってきたよ。やべ、ヒットを放ちました。さあキャプテンが臨戦態勢。彼がチャレンジャーゾーンまとめます。初球打ちました。これはゲッツーか。二塁フォースアウト。アウト。バックハンドトス距離長すぎでしょ。同点で迎える6回です。バッターは初球から送ってきました。ピッチャー正面にセカンドフォースアウト。オッケー、ゲッツ。同点で迎える6回です。さあ打席には福谷。貫禄。うわー、ちょっとミスった。ちょっと。入りました。取りました。ちょっと。これでワンナブレましたね今。惜しかったな。うお。第9を投げた。中井くんが打ってるんじゃん。やるじゃん、サンタ。投げました。ライジングショットはストライク。中井追い込まれました。打ちました。ファウル。第4球を高く上がった。センター前進。掴みました。これでツーアウト。さあ初球。打った。茶返し抜けた。ボールを中継。大攻撃。ナイスなバッター。打席には7番バッター。この辺りで流れを掴んでおきたい。ライジングホームランにできてないもんね前回。さあ次の球。ライジングショットはボール。投球3球目。バットを出しません。ボール。これは外れます。第4球を。スライダー見送ってボール。チャレンジャーの勝ち越しのチャンス。ツーアウトランナー一塁二塁。どうなるかな。フルカウント。さあ次で決められるか。ああ。スタンドからは決めにも似た大きなため息。くそー。同点で迎える7回です。打席には7番。いい試合。全然打ててないけど。させるわけにはいきません。ミッドエッジ戦。指にかかったストレート。打ちました。ライナー。いやもう暁とね波動はねいかにエースを下ろすかっていうことで。重要だと思ってますから。いけるっしょ。うん、遅くない？危ねえ。なんでサードに投げるのはちょっと手間取る。大号撃さん。内角低めストライク。次はどう攻めるのか。空振り三振。実に一番バッターが打席に入ります。第2球を投げました。外のボール球打った。これは。取ってこれでスリーアウト。いいねいいねいいね。では、もう交番戦かな。チャレンジャー、勝ち越しのチャンスです。さあキャプテンの登場。私彼には不思議なオーラを。打ちました。力のない打球になってしまった。アウト。これでスリーアウト。あの主人公も活躍できてないな。同点で迎える8回です。さあ4番が打席に入ります。第5号。ランナーを進めさせるわけにはいきません。打ったいい当たりだ。クリーンやべえ。一塁ランナー二塁回って三塁へ。とりあえずここでは大丈夫。ツーベースヒット。いやー満塁策か。さあさあいかに進むがバッターボックス。
依然好感度は高いまま。大攻撃、じりじりと追い詰められていきます。狙いすましたストレート、バットが空を切ります。インコース、ボール、第5球をアウトコース避けていきましょう。見送ってフォアボール。6番バッターが打席に入ります。大攻撃、打者を威圧しています。投げた、どうだ、センターへの犠牲フライになるか。取った、出発進行、ホームはどうなの。チャレンジャーズ、ここで勝ち越されました。ここで勝ち越されました。でも怒り守るを引きずり落としたよね。迎える8回です。さあ中井が完全にドスコイ体制、とにかく同点の展開に持ち込みたい。落とした、ボール、第3球投げた、いった、茶返し抜いていった。危ねえ、中井ヒットだ、ヒットになった。こんなところで負けるわけにはいかんよ。大攻撃が臨戦態勢、全力で立ち向かっていただきたい。投球これから2球目、打った、一塁線のゴロ、一塁線切れてファール。おほ、こりゃいいぞ、これはヒットになりそうだ。オッケーオッケーオッケー、センター前のヒットになります。大攻撃、ヒットを放ちました。今日打席には7番、もう大ダッシュ、ショートおらんけどな。この貫禄です。黒獅子重工の社長、そう、その名も社長です。頼むよ。投球これから2球目、インコースボール、体に近いところ、第3球は、そろそろバッターと勝負していただきたいところ。インハイ見送ってストライク、1球見送ります。投げました、あーっと決まった、おしたし、番長使う？でも守備がやばくなるよね、さすがに。いけるか。さあ1球目、しゃー、出ましたね、代打満塁ホームラン、かっこいい。さあで守備が大変なことになるよ。でも大変なことになってますね。高野より瑞希やろ。さあ橘瑞希が頼むよ。さあ初球、私の大好きなボールで空振りを奪います。第3球はショートに飛んじゃダメ。さあ土俵際まで追い込んだ、流し打ち、ヒットになります。マジかよ、ボールが点々と転がっている。マジかよ、カットマンへ送る、橘タイムリーツーベースを打たれます。チャレンジャー、ピンチが続きます。チャレンジャー、さらに同点のピンチです。さあ打席にはチームの司令塔、怒り進むです。際どい打球、頼む、さあ取れるか、どうだ、うおお、マジ、チャレンジャー土壇場で追いつかれました。8対8、立花タイムリースリーベースを打たれます。チャレンジャー、ピンチが続きます。チャレンジャー、ここが踏ん張りどころ。6番、よし、しっかりと打ち取った、当たり、セカンド、これは守備範囲内、オッケー、危ねー、スリーアウトチェンジ。マジかよ、赤月大工、打席には5番バッターが入ります。さよならしろってことっすね。外れた、ボール、投球2球目、ちょっと次の回も何点取られるかわからんかな。うわ、ショート下がった、取りました、これでワンアウト。さあ立花瑞希、マウンドへ素敵な眼差しを向け、初球を打った、掴みました。あかんあかん。さあ打席で社長がお待ちです。投げた、打ちました、初球打ち、ライトへの浅いフライだった。1点差な意味がないよね。社長、でもこれ番長と、さあ番長が打席でカモを狙います。なんとか決めて初球を打ちました。ヒット、中継、バンド、ヒットだ。これ打つホームランいいので、高橋君のホームラン打てんでしょ。さあこれでフィニッシュといきたい。第2球を投げました、スクリューはボール、どれだろうか、好調の駒がいいんかな。お、どうだ、面白い場所に飛んでいるぞ、さよならか。なるほど、ヒットを放ちました。チャレンジャー、これもヤーですね。さあ、やべの時間がやってまいりました。さあ、今この瞬間に全てをかけてバットを構えます。投球2球目、ちょ、絶対あかんよ、フォアボールは。真ん中決まってストライク、
ーン。ふぅ、よかった。危ない危ない危ない、守備やばかったからな。この人が決めたところにドラマがあります。男やで、男やでだよな。いけましたね。進出です。出た、ここでも熱い激励です。チャレンジャーズキャプテンがライバル碇守に歩み寄った。昨日の敵は今日の友、熱き男の友情は眩しすぎる輝きを放っています。こんな選手たちを見ると私、胸が熱くなってきます。以上、白熱した第3回戦の模様を、それでは次回の放送でまたお会いしましょう。アディオース。ああ、ポイントもぼっちぼっち入りましたね。アイテムをもらってと。いいね、いいね、いいね。なんてことだ。この僕がここで破れる。甘く見ていたのは僕の方だ。さらばだ、あと応援している。待つんだ、怒り。俺たちと一緒に来てくれないか。昨日の敵は今日の友。チームメイトとして共に優勝ということですね。相変わらず憎まれ口が鳴ってます。これで決まりだ。よろしく頼むよ。ふ、仕方ないね。ファンが合流してあげる。僕の足を引っ張るんじゃないよ、ということですね。いいね、いいね、いいね。はい、つくも、ハイボールヒッターもらえたと。で、進むですね。いいね、いいね、いいね。マネージャーとして爽快みんなの技術をっていうことですね。メインステージ、屋内練習場ロビーですね。屋内練習場が今手に入れた守との普通のイベントですね。個人的な練習といいますか。ポイントがね、結構入るんですよね、守りとのイベント。なので、ちょっと待ってね。今起こせるのが、バンドと中井のイベントと、これあとバンドと中井のイベントがあんまりいらないかな。本当はパーヒコツがそっちでもらえるんで補おうかと思ったんですけど。あれやな、じゃあ福屋さんとバンドの方やな。ロビーに行きます。宿泊ソファーでゆったり、一流選手の気分だよね。マッサージ機も完備で、やる気が上がって精神。あそこの席を見るでやんす。福屋さんと坂東さんです。威圧感コンビですね。プロのスター選手が差しで話し合った。で、福屋どうなんや。あー、坂東さんもプロ野球選手でしたね。海を渡るつもりなんか。あー、 FA の話ですね。レギュラーリーグは確かに俺の目にも魅力だ。そこで力を試してみたいというのはある。しかしやぜ、数々の選手に挑戦し、この志半ばに日本へ帰ってきてるのも多いやろ。縁とちゃうか。なるほどなるほど。俺はここまで日本球界に育ててもらった。その技術が世界に通用するんだということを証明します。恩返しの一つだと思うんだ。なるほどなるほど。まあ行きますよね。通用戦はずはないな。もしもここぞの場面で痛い目に遭わされたで。いや、それは俺たちパワフルズも同じだ。お前のあの聞き迫る姿勢や技には感銘を受けていたからな。さすが一流は一流を知るってとこやな。お前のフォームには一つ悪い癖があってな。ほう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 。打撃理論の話になってしまう。ああ、で、その悪いフォームについていろいろお話をしたんですかね。で、ここで弾道骨、広角にパワーヒがもらいます。で、逆境ですね。
なかなかに、これ側をちょっと起こしたかったんで、もう一回ヤンキースに行きました。というお話でしたね。で、一応その中井とのコンボで、満塁男とかのコツが手に入るんですけど、パワーヒーコツ1とか。で、実際このパワーヒーはね、取れるからね、取れちゃうからね。ここで帝王だったらやばい。台風帝王だったらやばい。台風帝王だともう基礎骨がもうガンガンでやばいよね。いそうだけどね。うわー、いないかー、残念。どこに行こうね。ドラフかな。ドラフが安泰っすね、ポイント的にも。はい、ということで能力をちょっと、おー、阿部飛の骨いいっすね。で、そろそろ振っておかないと。で、パワー骨もらうことはもうないんで。弾道骨もないかな。基礎骨はもうないよね、もう。で、野手特殊でしょ。まあ、広角とか結局能力左右されるところが多くて。あんまいらないんだけどな、逆境のコツ。ここら辺もつけておきますか。で、精神がちょっとあれなんで、総力は取り除いといて、引き上げますね、いつも通り。あ、で、ミート、あ、ミート、そのパワーがあるからダメか。一応コンボとかのことを考えて、まあ500ポイントは入らんしよ。で、忘れつ、じゃあもらってきますね、この2つ。アベレージももらうか。ラッキーラッキー、巻物運に恵まれてますね。なんでここら辺も後々取りますね。はい、ということで次はドラフと戦うことになるのかな。でですね、ちょっと守との試合ですねが、全然怒り守を打ち崩せてないから、あ、マックスは来てますね。筋力をもらった方がいいんだよね、さすがに。どうなんだろうな、技術、筋技、まあ、とりあえず筋力か、まだ。で、守るとの試合がちょっと長引いてしまったので、今回はこの1試合のみにさせてもらいます。ここまで来てコロッと負けたらと思えば大したくないかな。で考えようかな。まあ、スザクでもいいんですよね、別に。あ、そっか、パピオンもらえば、ショート、パピオンでいけますね。どう見てもふざけてやがるって言われてますけど。ではですね、見事3回戦、暁大附属に勝てて、まあ仲間もある程度揃いましたと、あとショートだけですね。ショートと外野ですけど。コンバートして、めっちゃコンバートしたい。では、ということで、本日の動画は以上になります。着々と、そうですね、順調に来てるんじゃないですかね。代打用ゴリラ作成は。結構いい感じになるような予感はしてますけど、最後までいければ。では次の動画でドラフトをまたパピオンですねと戦っていきたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。